1月16日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。まずは注目したい事柄です。10両の戦車を追跡するため英国はウクライナに最大4機のアパッチ AH-64E 攻撃ヘリコプターを提供すると匿名の英国軍高官が発言したとのことです。匿名の高官の発言ですので現時点でこの発言の内容が正しいかどうか確認は取れていません。しかしチャレンジャー2をウクライナに12両供与することになっており、戦車支援用に索敵能力の高い戦闘ヘリもセットで提供するというのはあり得る話だと思います。ウクライナ軍参謀総長は、ロシア軍はノボパブリフカ、ザボリージャ、ヘルソンの前線で守勢にあり、バクムットとアウディーウカの前線で攻撃的な行動を行い、クピャンスク・トリマンの前線で戦術的な位置の改善を行っていると述べています。ロシア軍はドネツク州の全領土を占領するために主な兵力を集中し続けていますが、うまく進められていません。戦術的位置の改善を行っているとされるクピャンスクの前線に配置されているロシア軍の第26戦車連隊の戦車大隊の一つには10両の T80BV 戦車と30人の兵士しか残っていません。このような危機的状況で戦術的な位置の改善をどう進めるつもりなのでしょうか。1月14日、予定されていた捕虜交換がロシア側から一方的に直前でキャンセルされました。この直後、ロシア軍はウクライナに対して大規模なミサイル攻撃を開始しました。捕虜交換を利用してウクライナ軍の防御体制を崩そうとする姑息な手段であることは明白です。ゼレンスキー大統領は、このミサイル攻撃により、南部ドニプロ市で亡くなった人々の親族に哀悼の意を表しました。また、カナダのトルドー首相は、このミサイル攻撃を卑劣で忌まわしいものだとし、カナダは、この攻撃を明確に非難し、ウクライナへの支援を提供し続けると発言しました。ロシアは世界各国から非難される行動を重ねています。ウクライナのヘルマン・ハルシチェンコエネルギー相は、ロシアによる激しいミサイル攻撃がいくつかの地域で重要なインフラを攻撃したため、今後数日間はエネルギー供給が困難になるだろうと述べました。インフラ設備へのロシア軍の攻撃は執拗に続けられています。ロシア軍兵士が手榴弾によりロシアのベルゴロド州の軍事部隊領土に火を放ち損害を出したと報じられました。ロシア当局は兵士による攻撃であることを認めていません。ロシア軍兵士の中にも軍に対する不満が募っているのでしょう。第28独立機械化旅団の対空防御部隊はロシア軍の5台のランセット自爆ドローンを破壊しました。ランセット自爆ドローンでウクライナ国防軍の陣地を攻撃しようとしましたが計画は失敗に終わりました。岸田文雄首相は、5月に開催される G7 サミットでは、ロシアのウクライナ侵攻後の国際秩序と法の支配を支持する
強い意志を示すべきだと述べました。日本は、先日の国連での会合を含め、国際的なロシアへの非難を強めています。それでは、各地域別の戦況です。オスキル川ボロバ方面、本日はステルマキフカへのロシア軍の攻撃はなく、マキーウカのみに地上部隊による攻撃が行われていますが、ウクライナ軍により撃退されています。もはやこの方面でロシア軍はウクライナ軍のゆっくりとした進撃を止めることもできない状態になっており、ウクライナ軍は日々新しい有利な陣地を獲得しながらスバトボに向かって前進しています。クレミンナ方面、この方面でロシア軍は15日は攻撃を行いませんでした。しかし、ウクライナ軍は着実に前進しており、クレミンナ周辺の高台などからロシア軍を追い出し続けて、攻撃準備のための戦術的配置の改善を行っています。まだもう少し準備に時間をかける可能性があるのでしょうが、クレミンナ攻略作戦は近いと思われます。東部リシチャンスク方面、ロシア軍は15日もビロホリフカに攻撃を行っており、クレミンナの南側を攻撃するウクライナ軍部隊の後方を脅かそうとしていますが、短時間の戦闘で撃退されるので効果がありません。15日はベルヒノカミアンスク方向に進行してきています。これはビロホリフカへの攻撃を助けるための攻撃だと思われますが、効果はなく撃退されています。スピルネとドネツク州のビロホリフカにもロシア軍の攻撃がありましたが、どちらも威力偵察だった可能性が高いです。ロズノリフカでは今も戦闘が続いていますが、ソルダー市で見せたなりふり構わない攻撃はここでは行われていません。ロシア軍もウクライナ軍の状況を確認中であり、ウクライナ軍の配置状況などがある程度把握できてからソルダー方面と連携して攻撃を本格化させるものと思われます。シール、ソルダーについては次の戦況図でご説明します。東部バクムット、アルチェモスク方面、シール、ソルダー方向ではまだ大規模な戦闘は起きておらず、お互い様子見の段階です。ロシア側はこことロズドリフカで北西に抜けてウクライナ軍を分断しようと目論んでいるのは間違いなく、バクムットの包囲作戦と並行して攻略を進めるのではないでしょうか。バクムットの包囲作戦は今ご覧の図の通り、北のクラスナホラから西に抜け南下するルートと、クリシチウカから西に抜けて北上するルートで、バクムットの包囲完結を目指すと思われます。ここ1週間以上、バクムット東側やオプトネでの攻撃が弱まってきており、クラスノホラ、クリシチウカへの攻撃が連日行われていることを考えると、ロシア軍は包囲作戦を中心に今後は攻撃を行う可能性が高いと思われます。これに対して、ウクライナ軍がどのような防御体制を敷くのか気になりますが、かなりの数の増援部隊がこの方面に入っており、おそらく少し防衛線の整理を行いつつ、バクムット撤退までの作戦を練る必要があると思われます。バクムットは
5ヶ月以上にわたりロシア軍を足止めした用地ですが、防御施設の多くも破壊されており、インフラが破壊されたことにより補給も円滑にできなくなってきています。十分以上に役割を果たしたと思われ、あとはロシア軍の攻撃意欲を利用してどこまで損害を増やせるかということになるかと思いますが、すでに十分な損害をロシア軍に与えているので、ウクライナ軍の無事な撤退の方が重要となります。15日にロシア軍はクリュミフカ及びマヨルスクに対しても攻撃を行ってきており、クリュミフカについては運河を掌握して運河沿いに北西に進みたいのでしょうが、ここはウクライナ軍もかなり厳しく防衛しているようです。双方とも15日の攻撃はウクライナ軍により撃退されています。東部ドネツク市方面北側、アウディーユカ要塞の北側にあるノボバフムティフカ、クラスノホリフカに対してロシア軍は攻撃を行っていますが、どちらへの攻撃も戦力規模が小さく、ウクライナ軍により楽々と撃退されています。またアウディーユカの南側にあるボディアンに対しても攻撃を行っていますが、この攻撃もいつも通りあっさりと撃退されています。アウディーユカ要塞の包囲など夢のまた夢でしょう。東部ドネツク市方面南側、この方面でロシア軍はしつこくマリンカに攻撃を仕掛けていますが、15日も攻撃は失敗に終わり、ロシア軍地上部隊は撃退されています。ウクライナ軍の守備隊も凄まじいと思いますが、ロシア軍の弱さにも驚きます。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。